スピードスターはドイツの自動車メーカーオペルが2001年から2005年まで販売していた自動車である。オペルの自動車生産100周年を記念したモデルで、同社の量産車としては初の本格スポーツカーとなる2シーターのオープンカーである。ロータスエリーゼの基本設計をもとにロータスと共同開発され、製造もロータスの工場で行われる。 エリーゼよりは 100kg ほど重いものの 870kg の車重はニザオープンカーとしても軽量である。1999年のサロンアンテルナショナルドロートでプロトタイプが出展され、2001年にはオペルの本拠地であるドイツ生産工場のあるイギリスを皮切りに販売が開始された。イギリスでの名称はボックスホール VX220 だった。前後とも ダブルウィッシュボーン形式のサスペンションやアルミ押し出し材をエポキシ樹脂接着剤を用いて組み立てる手法、FRP 製の外装を持つことなどは基本となったエリーゼと同様である。しかしながらエリーゼと共用するコンポーネンツは1割程度であると公表されており、外観デザインもエッジの効いたオペル独自のもので、いわゆるバッチエンジニアリングの類いではない。 エアバッグ、ABS、オーディオなどが標準で備わる点も、サーキット志向のエリーゼとは異なる。搭載されるエンジン2種はいずれもエコテークと呼ばれる GM 製直列4気筒でミッドシップに横置きされ、後輪を駆動する。自然吸基板はアストラやザフィーラなどに搭載されるものと同型である。ターボモデルはボディの軽量さとも、 相まって、発進から時速 100km まで4.9秒で加速することができる。この値は355バリー機の3.8リッターエンジンを積むポルシェ911カレラ S と同等である。生産台数限定ではなかったが、記念モデルということで、ダッシュボードにシリアルナンバーが刻印されたプレートが廃される。2002年のモンディアルドロトモビルでは、このスピードスターをベースにした。 エコスピードスターなるコンセプトカーが出展された。1.3リッターのコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載するエコスピードスターは元来軽量なスピードスターをさらに軽量化した上で空気抵抗の低いボディ形状を追求し燃料1リッターあたり4 0トルの走行が可能でそれでいて最高速度は時速2 5 0トルに達すると謳われた。 日本での正規輸入においては、右ハンドル仕様の自然吸気モデルのみが2003年に80代限定で受注生産、販売された。受注生産としたのは、外装やシート、ソフトトップの色の組み合わせが82通りに上るため、購入者の意向に沿ったモデルを用意できるように、との配慮である。同年7月には、日本での購入者すべてを無料で招待した。 イベントドライビングプレジャーウィズ・スピードスター・イン・エビス・サーキットが日本ゼネラルモーターズ主催で行われた。J リーグの最優秀選手賞の副賞となっていた時期もある。GM 外遊はスピードスター生産終了に伴う製造ラインの売却を受け、韓国でスピードスターのライセンス生産を開始した。名称は継承し、仕様は基本的にオリジナルに準じる。 韓国では、かつてキアが、ロータスエランを、キアビガートとして製造したのと同様の手法で、ライセンス生産している。ありがとうございます。